皆さんおはようございます。関東地方のあやと申します。今日は名護市南国から八ヶ地の方へ移動してきました。今日の民宿はフクロウの家というところなんですけども、ちょっとね裏の方のお庭の方をちょっとね撮って動画撮ってみたいかと思います。昨日はドライブとか買い物とかね、いろんな用事で八ヶ地散策することできなかったんですけど、今日はねやってみたいかと思うんですけども、すごく素敵な民宿でね、ぐっすり寝られました。で、庭に咲いてる黒トンの木とかね、鮮やかに、あとですねこちらのお花なんですけども、ちょっと私後でおかみさんにお花聞くんですけどね、すごいですね、立派な、こんなに成長しています。八ヶ地の空が雲はあるんですけどね、綺麗な空になっております。そしてですねこちらの、袋の家なんですけども、民宿もやってますけども、アメリカでも製造されていないファイヤーキングのお店でもあるんですね。知る人は知ってる、すごく有名なお店なんです。でパン教室とコーヒーのお店ということで、民宿、私たちが泊まってるのは隣の建物に、ちょっとね中の内装をまた映してみたいんですけどね、すごいね粋な感じの作りでした。私もメダカ、うちのメダカ元気にねちゃんと家族が餌やってるかね心配ですね。こちらもなんかねメダカ飼ってますね。でちょっとね失礼して中に入らせてもらおうかなと思っています。私もアメリカ行った時にはファイアキングのね宝探しをねずっと姉とやいろいろやったんですけど、もうなんかすごい数の数があります。興味のある方はねぜひ八ヶ地あとフクロウの家と検索したらすぐ分かりますのでね、一度ね見学に来られるといいと思いますよ。楽しい食器がいっぱいあります。手作りのねいろんな小物の体験もできますので、こういうのはね東京とかにもいっぱいあるんですけど、沖縄でもなんか着物でリフォームしたりとか手作りのものがいっぱいあります。私はもう器用ですのでねほとんどできませんが、今日こそ三線でもね弾いてみたいかと思うんですね。この鳥のちょっとねこちらのホワイトキング、私テキサスで、買ってきました。自宅に置いてます。それではワイヤキングを移してこれで失礼したいかと思います。今日も安全運転で、
観光していきたいかと思います。またやーさーい。